はい、どうもおちです。今回もなんだっけ、メタルギアソリッドピースウォーカーエクスロースの実況プレイやっていきたいと思います。どうも MSF です。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ちょっとお茶遊び、喉の調子が悪いのであんまり声は出せないかもしれない。気にしてはいけない。気にしてはいけないではないでしょ。で、今日は何を用意するんですか？まず最初に戦車をやるわけだけど、前回のね、あの名言が生まれた。そうちゃんと、みんなもブルー、私もブルー。私もブルー、みんなもブルーだったのかもしれないけど、気にしてはいけない。じゃあ俺はこれでいいか、総理は。このままでいいや。きっとこれで私も大丈夫だと信じたい。何人？28人が増えるかも。あんまし覚えてない。28人か。 KPZ 少なかったな。素晴らしいよ。10人。オンラインでやっても変わらない。なぜ？ちなみにそれってエディションでどうなの？ HD エディションな。そう、 HD エディションで対戦させるなんてやりたくねえし、やってねえし、わかんないけど。でも多分直ってないよ。だって直すわけにはいかないと思うし。いやでも CQCHS の補正とかかかってたじゃん。かかってたね。あれは積んでる。あとは M16H のショットガン装備とか、あれの構えてる最中に切り替えが可能っていう素晴らしい機能も追加されてるし。なんだそれ。いや最近ね、工事も少し収まったんだけど、またなんかもう一回やり始めたんだよ今日から。懲りないね。そう、なんか今日あれですよ、鉄骨か、あの作業用の鉄骨かもうなんか組み立ててた。へえ。うちのお向かいから見て右。いいのか、そんなに一バレして。いやここ自体がどこか分かんない。まあね、正直なところさ、絶対これ消費税だろとか思ってんの。ああ、 5% から 8% に上がるからって今さらになってやってる。実長結構さ、うちの周りってさ、静かな感じだったんだよ。なのにさ、こうゴー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 M が見えない。これか、これか。ちょっとびっくりしたよ。ちょっと、今隠れてる間にあれじゃない、あれ書いてた方がいいんだ。あまりも DB の画面が見えちゃう。いやね、そう、この白いやつが見えないんだよね、4カ所。あ、こういうのめちゃくちゃ見やすい。行くのかよ、なんとかなるだろう。バレても知らんぞ。なんだあいつ、なんだこいつ。どうした？いや、なんか妙な動きをする印象に。時間のラスのフロスミだったじゃないか。ラスベガスになったじゃないか。全く。てか、あいつ全然砲塔向かないんで、今ね。そうだよ、基本的には向かない。けど、帰り際の時はずっとね、右向いてる。極楽か。見えない。畜生。これか。合ってる。おー、ずれた。これか。今度こそ。よし。いや、画面サイズ変えろよ、早く。こんなことよりだな。私のお友達から悪魔のささやき。出て。またカメラが。おいで。戦車。こいつの砲塔の向きさえ見とけば大丈夫。遠距離ならカモフライズでバレないから。っていうのを昨日ちゃんとチェックしといたんで。ゲセンの看板さんを取ろう。えい。その中でもひときわ大事なね。なんでだよ。サルゲッチョ。なんでサルゲチンだよ。あんまし上手くなかったな、写真撮るの。やりたいなら M3 行けよ。3行け、3。こっちやばくね。あ、来るよ。で、今のうちに画面サイド変えるんでしょ。ちょっとだけ大きくしようかなったら。そこ危ないからさ、右下にしてくれ、右下を掴む。そう、さすがにさ、右上をやるとさ、右上はあかんやろ。ふん、おお、だって。よし、こんなもんか。さすがに右上はちょっと閉じるボタンが怖いんだよ。
それは怖いわ。しかし戦車に乗っちゃうと4機に画面調整をしてるってのもいかがなものかと思うところだった。あれあいつ今どこ見てる？まっすぐ右側を見てる。あいつのことはとりあえずだからこの際は右側の兵士2人は捕まえられないから、この2人たちを中心にやる。2回ぐらいやったら後ろに固まる陣形に変わるから、待つ。音聞いてると大体右側から来てるっていうのが分かったんですよ。左とか音痴さえ知ってればプルトンバズーカそこにぶち込めばいきなり回収できる。諦めんなよ。なんで諦めんだよ。今日はすることが言わないで。いや、今回もバレル宣言をあえてしといてフラグ回収をしに行こう、やめてやめて。あ、先にもしながらね。スモグレだけだけど、スモグレ持ってる。横を通り過ぎていく兵士がなんか斬新だと読めるかなこれ。何撮ってんだよ。もう最初が D から始まってる時点でなんだろう、なんて読むんだろうね。なんとかコスタリカだったんだけど、あ、バナナだった。そうだ、なんとかバナナプランテーション、なんてデリシャスバナナプランテーションだお、まさかのうまいバナナの農場プランテーションだから食そうだね、なんかそんな感じの、うん、そうだね。バナナ園だよ。バナナ、やっぱバナナ園だね。美味しいバナナ園。注意書きの方みたいなんですか、なんか書かれて下の方の本文みたいな読めない。注意書きは読めない。読めない。あのポケモンじゃないけどさ。なるほどね。確かに。ポケモンのさ、そうあのゲームさ、あの文字もやばいよね。異常で完全に。安納よりもひどい。むしろあの古代人が考えたルビサファの。あの古代文字括弧展示の方がよっぽどマシに見えてしょうがない。これを PS ビータでやれば読めるようになる。頑張ってコナミ作ってそういえばあれじゃないか、全然関係ないが MGS5 はビータと PS4 でリモート機能がついてるってよく聞くけど、結局のところネット環境がない以上何の意味もないというね。ネット環境は関係ない。あ、いや、ビータでメタギア5をやる、アドホックモードを扱えないと意味ないじゃんみたいな。戦いにし。あ、こんなに後ろにやっちまったぜ。投げようと思ったか、いや思ったけどさ、ミスってホールドアップしちゃってさ、これどうしよっかな、なんとかなるかなとか、全然なんとかなんだよこれ。どうしよっか。早くやんないとまずな。いや、まずかったら本当に回収で、これを回収し。あと、ぴったりね。帰らないと次警備のとこ来るやんの、ね、正義を警戒するのとあと約追いかかるのとこ、あれ、ああそっちから出てくるんだよ。手前から来た、手前から奥側教えようかと思ったらそんな全然違うとこが出てくる。おお、壁叩いたし。木を見つめるスネークってもなかなか斬新だよ。そこの横、相方の顔がね、なぜか入る。この絶妙なこの絶妙なカメラワーク、かっこ笑い。目と目が合わないし、目と目がすまされてね。相方からはもう真面目にやれよこいつみたいな感じで思ってたから、真面目にやれよこいつ。スタンロット怖い。スタンロットちゃんと持ってる。あ、持ってるね。うん、ちゃんと持ってる。危ないわ。ついてるよ。危ないよ。お、今の動画がいるかった。知らんがな。かぶれスネークイン。スネークインするんだったらやっぱり決まってる。そしてこのね、あの埋まっちゃってる部分をちょっと満たすっていう。アンビュランシアの A の部分すでに削れてるっていう。そう、 A の部分削れてんの。じゃあこっちね。ああ、なるほど、こっちから見たな。アンビュランシ C で止まってるし。スメイカーズだ。仕事に戻りましょう。はい、じゃあさ、コンプン線抜いて待ってる。なんだっけ、あ、そうだ、線をぶっ飛ばすだ。それジョセフ。11、10、残り10分。あ、戻ってきちゃった。
もう一人ぐらい、もう一回、あ、でも行くべきか行かぬべきか。はい、行ってみる。あー、今フラグ回収しに行こうの。よし、ここは行こうって言いたかったのに。いや、行くね、さすが。いいセンスだ。いい手配。かっこいい。なんでや。なんか偶然ついちゃったから、偶然ついちゃったから、ちょっととりあえずつけとこうと思って。スネークさんの救済。もうクリスマス終わったから。これやられるとアイテムが見れないらしい。いや勉強になった。ある意味の妨害です。あれ武器は見れない。あ、見れない。謎だわ、意味深だわ。あれ、なんか行けばよかった感すごいんだけど。何やってんだよ、まったく。スネークイン、スネークアウトに。ちょっと何で俺マークすんだよ、これ。マグレでついちゃったから。うわ、ここだ、横。線をぶっ飛ばす、線をぶっ飛ばす、線をぶっ飛ばす、線をぶっ飛ばす。メタギア製のさ、グレネード素晴らしいよね。安全ピン何個抜け、何個抜けるんだよってとこから始まって、うん、で抜いても爆発しない素晴らしさだからね。そしてさせるっていう。でね、そう。しかも空中で爆発するからね、このグレネード。そうだっけ。あ、そっか、めちゃくちゃ飛べないけど、空中爆発するのか。いやー。あー、グレネードってあれでしょ、地面に当たって初めて爆発するんだよね。するもんじゃないでしょ。するもんじゃないでしょ。シャー。ね、そういうのもあると思うんだけど、多分次元式のやつもあると思うよ。なんか導火線に火がついて、そのままドーンなるイメージのシールドみたいな。キルドマーサリーみたいなグレネード。そう あれキルドマーサリーのグレネード結構最新でさ、うん、あれなんだよね。よく見てたら気づいたんだけどね、そう、音だけじゃなくてちゃんと目で見えるなんかゲージみたいなのがあるんだよ。バーみたいなのがあって、そう、なんか黄色でポンポンポンってゲージが上昇してて、高いところになると赤になってて、で赤の2個目のランプがついて、ついたら投げてももう時すでに落としてハゼで死んじゃうっていうことが分かったんだよ。ゴースト6だな。そう、ゴーストなんか投げるんだね。じゃん、なんか変なメーターじゃないけどさ、中央に4つ無駄に首締め、早くしろよ。おぐらー、ゴクラ、おいいとこ振り食い取れたね。こっちの中は多分いけるだろう。オッケーじゃない。ちょっとダイナックコロコロしてるのによく気づかないな。本当だよね。あと6人。スネークイン、スネークアウト。壁貼り付けした。私は木、私は木、私は木。過去バトルです。ね、念じれば、念じればカムフラリトン、カムフラリトン切ったがる。ね。スネークさんもそう語ってる、この顔は。ね。死にたいらしいな。てるん。それは白グレネード。止まったよ、この丸毛が。言う頃にはすでにスタンロッドってね。ギャー、立ってる。でも今全然違うとこぶっ刺したね、これ。うん、実質ね、結構当たり判断だけど。そうだね、この辺なら当たるだろ。そうそう、来るでしょ。うん、来るよ。スネークアウト、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 スネークアウト。スネークアウトしか言わない。スネークイン、スネークアウト。肩から出てくる LA ダメで。肩からスネークアウト。ガンちゃんがね。スネーク、いつの間にか機械化されてたっていう。機械化系。カチャ。まだ外れるのは早い。おお、来てる、来てる。こっちもいつの兵士がびっくりした。どこにいたっていうか。ごめん、あの、バレそうだった。LAW 構えながらひょこって出た顔、そしたらマイナス 50% でひょこって出た。あ、来た、なんか投げてしてた。すごい、知ってんのさ。いいじゃないか、随分とあれだね。快適ですね。快適というかテンポよく順調に進んでるね。そこでいきなり挑戦を始めてミスるのがこの MSF クオリティ。やめろ。そこか、形収まりいいよ。めちゃくちゃ収まりいいよ、この遜色のなさ。ありありだけどな。どうやってこの段ボール怪しいだろう。バレない、それがメタギアクス。そう、監督の意向によりこの世界では段ボールが普通のものとなっていた。あ、
うっそ、フルトン回収がなくなった。マジか。でも次の帰り、あ、うん、大丈夫だ。次の一発で確実に。このガス地雷で仕留め、あれガス地雷、おっと、ビビった。あれもういないの。何が、あぶない、もう一人ゾンビみたい。あれ本当だ、あれみたい。なんだリンダリンダみたいに言うんじゃない。さあ、ここで挑戦をしてしくじる MSF クオリティをやるしかないだろう。やったら殺す。やったら殺すぞ。頭打たれないようにしなきゃ。頭3ロットだ。頭3ロットされてずっとあのね、ツキ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 ってやられてはめられないようにしなきゃ。それでいいの。まさかに。え、いや、打たないよ。そいつでも始めんのかなとか。まだかな。久しぶりに落ち着いていってるね、ほんとね。そうだね。何も挑戦しなかったからな。それ、これが普通なんだよ。本来はこれが普通なんだよ。それを言えてる。地味だけど一番確実。アラブルス普段はやはりそれが一番いいね。あれ、アラブルスに映ってた。ある程度。コンプラン。早く携帯直んだよ。携帯、なぜ体勢の意味の携帯。ああ、そういうことか。モバイルフォン。そう、絶対そういうあれだろうなと思ってたけど。あ、ダメだ。ダメだって。疲れた。CQCHS の形を確認しながらやろうな。全然やってないからさ、成功するかなと思ったけど。全然あらかったわ。これで終わりだよ。さあ、そのぐらいやりましょう。引かれたら嫌だな、ちょっと。そろそろ霧が晴れそうだから。実質そんなに霧は晴れないよ、それは。おっとっと、ちょっと出るか。あ、外れた。くそ、無理だ。あ、これも引かれる。止まった時、どっちさまさんやだな。引かれなかった。しかもバレなかった。素晴らしいわ。5つって素晴らしい。あー、俺の仕事が盗まれる。よし。俺の仕事が盗まれる。次長次長。で、これでとりあえず装甲車とか戦車は終わり。終わりではない。まあ、とりあえず一通りやっていく上では終わりでしょ。あのね、まあこの次はヘリ戦になっちゃうんだけど、農場ヘリ戦になるわけだけども、その次はあのね、処刑台の戦車戦、装甲車戦があるので。処刑台って何？あそこのこと。滝？あの面ですよ。なんて言うんだっけね、あの、あれか、あの列車のとこ。そう、エルカダルトだったな。ああ、はい。久しぶりだよ、この装甲車のライフ 100% で帰れる。落ち着いてますな。順調なんじゃないか今日は。おっとと、確か超えてれば。電源が落ちることがなければね。そう、大丈夫。俺らは今回充電器という素晴らしい味方につけているんだ。わからないぞ、ブレーカーが落ちるかもしれない。あ、それは積んで上がる。ブレーカー落ちたらパソコンごと落ちるじゃないか。そうじゃないよ。いや、パソコン落ちないよ。おお、素晴らしい、パソコンって。この前さ、オンライン環境ないのに分かんないわ。落ちたんだけど、そしたら Wi-Fi 環境もパーって落ちてさ、ちょ、ネットが一時的に使えなくなってびっくりしたの。さて、適切に、除隊の除名の対象者を除名していきますね。これ、あ、空中機能行くか、どうしようかな。このね、トレード待機室にいらない兵士をぶち込んどくっていうのが楽で、ほんといい。マーク見て消せばいいだけ。人をゴミのように扱う、このゲスなやり方ね。どうしよっかな。よし、オッケー。今必要なの。ファイヤー。これか。これか。